李州は南宋の第五代皇帝。平木紀元年、大祖の自子であった蝶徳章の八世今後の蝶望みの子として生まれる。家庭十七年に年高氏が既得状態になると最小氏渡る縁の工作により行為を継承する。その地世の初期は氏渡る縁の宣言が行われていった。昭帝六年に氏渡る縁が死去した後に申請を開始した。 翌丹平元年には、モンゴル帝国のオホデイと同盟を結んで金を滅ぼしたが、戦後処理や領土分割問題などからやがて、モンゴルと対立するようになる。モンゴルとの交想に苦しめられたが、開き系元年に門家が亡くなるなどの背景もあり、結果的に南宋軍はモンゴル軍を退けることに成功した。内政面では、李州自身が、 朱子学に傾倒していたことから新徳集羅学者を登用して政治改革を図った。しかし過度に理想化された改革は、モンゴルの進行という国家危機に対応できず失敗に終わった。改革失敗の反動によって、李修は政治に対する関心を失い誘導に、吹けるようになり政治腐敗や派閥対立が発生した。知性後期は、長妃の弟であるかに道の政務を行われ、 李衆は実験を喪失した。また宮殿造営を推進するなど、国庫の破綻を招いている。京帝5年に60歳で崩御。死死がなかったため、養子として迎えていた老いの土衆が即位した。なお病号の李は、朱子学を彼がおもんじたために用いられた。ありがとうございます。